鳥居衆我が座衆我が都比古神社は、奈良県橿原市、曽我町にある神社。式内社で、旧社格は村社。通称、いるか宮とも、古代豪族の蘇我氏に関係する神社として知られる。祭神は次の二柱。延長五年成立の、延喜式神明帳での祭神の記載は二座。同帳では、蘇我座衆我が都比古神社、すなわち、蘇我氏に鎮座する、蘇我都比古神を祀る社と記載され、祭神一座は、蘇我都比古神とされるが、もう一座は明らかでない。蘇我氏系図衆我が都比古神社の祭祀は、社名、神名に、蘇我都比古と見えることから、古代豪族の蘇我氏に関係すると考えられている。蘇我氏は著名な氏族であるが、その本拠地は、明らかとなっておらず、蘇我都比古神社の鎮座地である、大和国高市郡曾我に比定する説のほか、大和国葛上郡に比定する説、河内国石川郡に比定する説の3説が知られる。そのうち1説目は、地名、蘇我や蘇我都比古神社の存在、及び、旧氏家町で、蘇我石川宿根について、家に大和国高市県、蘇我里一とあることから、特に有力視される地域になる。前述の通り、延喜式神明帳では祭神を新座とするが、これについて、御軍神社記では、竹内宿根、石川宿根の二人にあて、元禄年間頃の社記では彦、大野忍氏に命、石川宿根の二人に当てている。これらは、いずれも、蘇我氏の遠祖とされる人物になる。それに対して、現在では祭神を、蘇我都比古蘇我都比古の神とし、その木造神像二体を神体に祀る。神明帳では、地名都比古、姫の仁座とする神社の記載は多く、蘇我都比古神社の場合にもそれらの例と同様に、在地神である蘇我都比古蘇我都比古の神が、祭神であったと考えるのが妥当とされる。本殿創建は不詳。御軍神社記では、推古天皇の時に、蘇我馬子が、竹内宿根と、石川宿根を祀る神殿を、蘇我村に創建したとする。一方で社殿では、持統天皇が、蘇我氏の滅亡を憐れみ、蘇我倉の山大石川の麻呂の次男である、徳永内宮には、騎士を継がせるとともに、内宮の子の長末には祖神を祀るための土地を与えて、社務、工作を行わせたことをもって、創建とする。なお、蘇我都比古神社一帯は、弥生時代から、古墳時代前期の遺構である、中宗氏遺跡が広がることが知られ、境内付近でも多くの遺物の出土が見られている。新昇格直府省大同元年帳によれば、当時の、蘇我神には、神戸として、大和国から3個が当てられていた。この記載に基づいて、天平2年の、大和の国省税帳に見える、大和国に、神戸を有する神社39社のうちの1社を当社に、比定する説もある。国史では、天安3年における、蘇我都比古神の神戒の15以上への少女記事、及び、貞観6年における聖御一下への少女記事が見える。延長5年成立の、延喜式神明帳では大和国高市郡に、蘇我座衆我が都比古神社仁座並大月寺に稲目として、仁座が、式内大社に列するとともに、朝廷の月次祭、新滑祭りでは幣箔に預かる旨が記載されている。大和氏によれば、近世には、イルカ宮と称されていた。明治維新後、1907年9月に、近代社格制度において村社に列した。境内社所在地交通アクセス。ありがとうございます。